学歴についてどう思いますか？学歴、自分はそんなにいらないんじゃないかなっていうのは思いますね。でも今学歴社会とかみんな言ってるんで、まあみんな大学行く人は行くでいいと思いますけど、まあ俺はそんな必要ないと思ってますね。なんで必要ないって思いますか？自分の中ではその目標っていうか、自分がこうなりたいっていう中でラップで飯食いたいっていうのが今一番強いんで、学歴関係ないじゃないかなみたいなっていうのは思いますね、ラップの中では。ありがとうございます。今まで一番楽勝だった相手って誰です楽か？勝だった相手 楽勝だった相手、バトルでですか？はい。バトル、ああ、なんか名前も覚えてないような、ちょっと無名な子をパチパチーンって そんな感じで倒していく感じが一番楽勝っすね 今までムカついた校則って何かありますか？ムカついた、校則っすか？はい。学校の校則っすか？はい。なんか、学校の校則で、なんだろう。なんか、俺らのその学校で、なんか途中まではなんか自分中1中学校1年生ぐらいの時から中2の初めぐらいまでなんか自分たち専用の教室があったんですよ。でそこで結構自由でやらせてもらってたんですけど、なんか途中から警察がなんか学校の中巡回するようになって、でそっからなんか自分たちは学校来ちゃダメみたいな、もう学校のルールだからみたいな感じになって。校則っていうのか分かんないですけど、まあ中学校出禁になりましたね